ジューン・クリスティ、ジュン・クリスティ、ジュン・クリスティ、1925年11月20日から1990年6月21日は、アメリカ合衆国の女性ジャズ歌手。1950年代を代表する白人ジャズボーカリストで、アニタ・オデー、クリス・コナーと並び、スタン・ケントン・オーケストラが輩出した、女性歌手、ケントン・ガールズと呼ばれるの中で結出した存在である。 ウエストコースとジャズの基調の一つであった、クールを体現し、スイングのセンスとコントローラブルなテクニックを兼ね備える、宣伝された歌唱で、モダンジャズボーカルにおける後続の班となった。アルバムの代表作は、サムシングクール、サムシングクール、1955年、キャピトルレコード。1925年、イリノイ州、スプリングフィールドに生まれる。出生名は、 シャーリー・ラスター、シャーリー・ラスター。両親の不仲のため恵まれない幼年時代を過ごした。少女時代から歌い始め、13歳の時点で早くもローカルビッグバンドの歌手として歌うようになる。1940年代初頭にシカゴへ移り住み、本格的に音楽活動を開始、シャロン・レズリーという芸名で長い下積みを経験した。 第二次世界大戦中の1943年からは、モダンジャズ志向の強いビッグバンドの一つであった、ボイド・レイ・バーン楽団に所属したが、巡業先で、昇降熱を患って一時隔離されるという、アクシデントに遭い、スケジュールの詰まっていたバンドから取り残される形で、対談する羽目になった。その後、ベニー・ストロングのバンドでも歌ったが、無数のバンドシンガーがひしめいていた。 ビッグバンド制時代の最中だけに、彼女は一向に、目が出なかった。1945年、シャーリー・ラスターはオーディションを受け、ピアニストのスタン・ケントン、スタン・ケントン、1912から1979が率いる、ビッグバンドに迎えられた。ケントンに名付けられた、ジューン・クリスティの芸名を名乗るようになったのはこの時で、 二枚目のピアニストであるスタン・ケントンが1940年に結成した。このバンドは当初単なるダンスバンドとしてスタートしたが、モダンなスタイルを大胆に取り入れた先鋭性で注目され、人気を得た。1940年代後半には、クラリネット奏者、ウディ・ハーマンのビッグバンドと並び称せられ、最先端のモダンジャズビッグバンドとして第一級の存在であった。 この2大ビッグバンドから巣立ったクール派、ウエストコースト派の白人ジャズミュージシャンは非常に多い。前任者のアニタオデーが自分がジューンをケントンに紹介したと証言しているが、ジューン自身はアニタの対談を知り、ケントン楽団に自力で売り込みを行った。アニタには世話になっていないと後に語っている。ケントン楽団でのジューンはスインギーな歌唱でミリオンセラーとなった。 タンピコ、タンピコ、1945年などのポピュラーなヒットを飛ばす一方、ケントンの前衛思考による現代音楽風のテクニカルなナンバーにも習熟し、幅広い歌唱センスを身につけた。当時の歌唱は、ケントン楽団が専属だったキャピトルレーベルからの正規版のほか、RCA の放送用録音などにも多く残されている。 この間の1946年、ケントン楽団の同僚である、テナー先ソフォン奏者のボブ・クーパー、ボブ・クーパー、1925から1993と結婚し、以後修正を共にした。ケントン楽団には、ダリウス・ミヨウに支持した進歩的な作編曲家でもあった、トランペット奏者、ピートル・モロ、ペテル・グロウ、1915から2011も在籍していた。 ルゴロをはじめ、ケントン楽団時代に培われた西海岸のジャズミュージシャンたちとの人脈は、ソロ活動に移ってからもジューンを助けることになった。バンドリーダー職の過労で心身ともに限界にあった、スタン・ケントンは、1949年、ビッグバンドを一時解散して、療養のため南米に去った。これを機に、ジューンと夫、ボブ・クーパーは、ソロ活動を開始したが、 ケントンが1950年にバンドを再結成すると、楽団へ復帰した。1951年、ジューンは、ケントン楽団を退団して、本格的なソロ活動に入った。ジューンの強い推薦により、ケントン楽団の公認歌手となったのは、当時クロード・ソーン・ヒル楽団に属していたクリスナーで、彼女は後に、実力でジューンをもしのぐ存在へと成長する。ジューンは、 ソロ活動当初は、ポップ路線を取ったが一向に、ヒットしなかったことから、ピートルゴロの支援により、ハイブラウンなジャズボーカルに路線を転じて、成功を収めた。キャピトルレコードでのファーストソロアルバムとなった、サムシングクール、サムシングクール、1953年から1955年録音、は、タイトル曲、サムシングクール、サンスンクルや、スタンダードナンバー、 朝日のように爽やかに、ザナイトウィー・コールド・イット・ア・デー、ザナイトウィー・コールド・イット、エーデーなどの歌唱を収める。バックを務めたのは、ウエスト・コースト系の一流ミュージシャンを集めた、ビッグバンドで、指揮、編曲は、ピートル・ゴロが務めた。サムシング・クールという楽曲は、作詞、作曲もこなす、最人ピアニストのビル・バーンズ、ウィリアム・ビリー・バーンズ。 1927から2012が1953年にショーの挿入曲として作ったバラードである。ジューンはこの新曲を知って感銘を受け、到底ヒットするような歌ではないと思うが、ぜひ録音したいと、絶望を、やはり曲に惚れ込んだルゴロの後押しもあって録音が実現した。1953年12月27日に録音されたサムシングクールは、 まず1954年にシングルとして発売される。同年に他の録音と合わせてアルバム化され10インチ LP 版で発売された。ついで1955年には12インチ版に改められたが、このアルバムは1956年までに9万3000枚を売り上げ、当時のジャズアルバムとしては異例のヒットとなったアルバムサムシングクールは 後1960年にルゴロヌ式でほぼ同一の編曲を用いて、同一プログラムでステレオ版録音が再制作されている。モノラル録音時に比べ、ジューンの喉の衰えにより、歌唱のコンディションが若干損なわれている傾向がある。LP レコードではモノラルがジューンが目を閉じた白黒ジャケット、ステレオがジューンが目を開いたカラージャケットとおおむね区別できるが、 1960年のステレオ版発売時点でもすでにカラー版ジャケットがモノラル版に使われる作奏が見られた。1991年以降の再発版 CD は曲名やモノラルステレオ録音の選択によって様々なバージョンがあり、LP での組み合わせがさらに混乱しているケースも多数見られる。サムシングクール以来、ジューンは1950年代を代表する。 白人女性ソロシンガーの一人として人気を博した。キャピトルでは他にもミスティ・ミス・クリスティ、1956年録音、ジュン、エスゴット・リズム、1957年録音、バラド・フォーナイト・ピープル、1960年録音など、多くの優れたアルバムを制作している。夫、クーパーの編曲によるスモール・コンボとの共演作や、ギタリストのアルビオラとの共演作もあるが、 ピートル・ゴロ・オーケストラ共演作は特に評価が高く。それは、キャピトル時代の合計18枚のアルバムのうち、実に9枚が、ル・ゴロの編曲、四季によるものだったことでも裏付けられている。キャピトルでのアルバムは概ね商業的成功を収めたが、唯一不審だったのは1955年録音のデュエットであった。これは、旧知のスタン・ケントンのソロピアノのみを伴った。 異色の作品である。ジューンのアルバムでは、写真、イラストの違いを問わず、爽やかな微笑を浮かべた、金髪童顔のポートレートがしばしば用いられた。だが、その清楚な容姿に似合わず非常な手法で、男性相手に延々飲んでも、決してダウンしなかったとされ、ケントン楽団時代に、ジューンと飲み比べをしてつぶれなかった同僚は、サックス奏者のアートペッパー一人だった、という逸話もある。 そのため、1950年代後期以降は、アルコール中毒に陥り、歌手の命である喉を荒らして、歌唱力を大きく損なうことになった。1960年代中央に、第一線から退き、引退状態に入った。後、1977年に、日本のレコード会社の要請でアルバムを録音したが、歌唱にはすでに往年の制裁はなかった。 長年の飲酒に起因する腎臓病により、1990年6月21日、くしくも6月イコール順であったに、カリフォルニア州、シャーマンオークスで死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。